こんにちは、エリコです。いつも私のチャンネル見てくれてありがとうございます。今日の動画ではソニー α7R3 を購入してからめっちゃ便利なアクセサリーを6種類見せるので、ぜひ最後まで見てくれたら嬉しいです。ではスタート。OK、 ソニーの α7R3 を先月から購入して、そしてそれ購入してから結局いろいろさらにまあ必要な、まあ、小さなアクセサリーがあるので、なのでまあ今日の動画ではソニー α7R3 で結構便利なアクセサリーを見せます。で、まあ、6種類があるので、そしてまあそれ全部は結構多分私についてまあまあ必要なものになってます。まず一つ目がこれ、しかも多分これがなければ私がきっとキャノンからソニーに多分乗り換えようとも思わなかったものが、シグマの MC11 アダプター。このアダプターを使って普通の今まで私が使ってたキャノンのレンズ、まあ、シグマのキャノン用のレンズをそのまま全く問題なくソニー α7R3 に使えるので、まあ、特にキャノンから来る人、まあ、だけじゃなくて、もし多分ソニーだけのレンズ使っててもキャノンとかキャノンのマウントにも結構まあいいレンズがありますよね。そういうレンズも使えます。まあ、例えばソニーには 135mm のレンズもないし、あと 14mm の F1.8 のまあシグマの超広角の大口径レンズもないので、まあ、そういうレンズも結局ソニーの α7R3 にでも使えるので、かなり重要なツールです。まあ多分私の一番最初に買ったアクセサリー、まだ貸し出し期間で結局ソニーのシグマの MC11 アダプターはもう購入してありました。それが一つ目のアクセサリーです。皆さんは MC11 アダプター持ってる、使ってソニーで撮影してる人いますか？もしいるならぜひ下のコメント欄に教えてくれたらめっちゃ嬉しいです。そしてシグマの MC11 アダプターだけを使って、でそしてそれでどんなレンズは私がちゃんと使えた、どんなレンズは使えなかったか、それだけの動画は作ってます。上のカードと下の概要欄に URL 入ってるので、まだ見てない方はぜひチェックしてみてください。では次のアクセサリーはカメラのストラップ。カメラをどうやって外に出す、だいたいキヤノン 1DX 使ってる時に、まあ、オレンジのブラックラピッドのスタップ使うことも結構多かったし、スパイダーのホールスターとか使うことも多かったけど、ソニー α7R3 になってから逆にピークデザインのホールスターとストラップが結構いいなと思いました。なんでかというと、ピークデザインのクリップ、このクリップはベルトにもつくし、そしてこのパッドを使えば普通にベルトにつけて、そして上からめっちゃ綺麗に入るので、まあまあ普通に外に出すときに結構気に入ってるアクセサリーです。そしてストラップが必要な時に、そのままついてるストラップだったら結局前から来て普通にお腹に当たるから、それはあまり好きじゃないので、なるべく斜めから入れたいので、それもピークデザインのこの赤いストラップを使ってます。そしてピークデザインのストラップのいいところが、いつでもすぐ外せる、このアタッチメントを使ってそのままストラップに入れたら、スタップをつけたり、もしいらなかったらそのまま外したり、それが瞬間的にすぐできるので結構便利です。で、まあ、ストラップとクリップとまたこのパッドは、まあ、3つの全然違う商品にはなってるけど、まあ、この動画では1つのものとして紹介します。そしてそれだけの動画を実は作ってます。ピークデザインの、まあ、どういう時にピークデザインのストラップとクリップをなんでのいいところを結構、そして面白い使い方を見せる動画はもう一つ作ってあるので、その動画も上のカードと下の概要欄に入ってるので、ぜひ見てくれたらめっちゃ嬉しいです。そしてまあピークデザインのは全て今この動画に出てるものの URL は全部下の概要欄に入ってるので、興味ある人がいればぜひチェックしてみてください。そして次のアイテム3は 1DX をもう4年近く使ってて、実は予備電池持ってないです。今までずっと電池1本で撮影してました。1回も予備電池必要ってなったことはないんだよね。まあ多分動画撮る時だけはちょっと電池
が早く減るけど、それ以外普通に写真撮ってる時に全然電池1本で4年ぐらいはずっとちゃんと使えました。で、まあ、1DX で撮影してた時に大体電池は1回の撮影で2000枚2500枚とかは、まあ、多くても3000枚以上撮ることも全然ありました。まあ、ソニー α7R3 はもちろんからボディも小さいし電池ももちろんもっと小さくはなるけど、まあ、念のために電池もう1本あった方がいいんだよね。電池1本だけあれば、まあ、普通に100、1100枚から1500枚ぐらいは普通に多分撮れると思います。もし、まあ、Wi-Fi 機能をもっと使えばもうちょっと撮れる数が減るけど、だいたい電池1本でもまあまあ1000以上は撮れるけど、まあ、1000以上ってなると正直に言えば私がもう一つ電池あった方がいいです。そして電池だけどれだけ持つか、ソニー α7R3 の電池の話も別の動画があります。その動画も上のカードと下の概要欄に入っているので、まだ見てない方がいればぜひその動画も見てくれたらめっちゃ嬉しいです。それは3番目のアイテム。そして次は4番も、今まで 1DX で撮影してた時に正直に言えば今まで使ってたコンパクトフラッシュカードは大体全部32ギガでした。32ギガよりでかいカードは入れたことないです。大体32ギガだけで撮影してました。そしてアダプターで SD カードとかもちろん使ったりしてたし、そして最初はそのカードだけ使って撮影しようとしてたんだけど、ソニー α7R3 のローファイルがでかくて結局撮れる数がめっちゃ減ったりしてたので、まあ、そのためにやっと256ギガのカードを買いました。それも結局ソニー α7 を使おうなら128ギガのカードせめて必要になります。私が256ギガのサンディスクのエクストリームプロのカードを使ってて、まあ、たまには撮影4回5回ぐらいそのまま投資で撮影して、結局大体まあ3000枚とか3000枚近くぐらいは普通に問題なく撮れます。なので私のメインの SD カードは256ギガのサンディスクのエクストリームプロ、そしてソニー α7 を使うときにはでかいメモリーカード、SD カードがかなり必要になります。そしてそれに伴って5番目の必要なアクセサリーというか機材というかはハードディスクだよね。今まで使ってた 2TB のハードディスクは先ほど言ってた485MB のローファイル、まあ、ロープラス JPEG で撮影すれば結局1枚で 100MB 以上にはなるけど、容量もハードディスクも多分さらに必要になると思います。私もだいたい2ヶ月ぐらい撮影してて自分の全てのポータブルのハードディスクは全部パンパンになりました。なのでウェスタンデジタルの 4TB のこのハードディスクが結構便利だなと思いました。まあ、4TB だし結局普通に外に持ち出すこともできるし、まあ、いろんなデザインもあったし、まあ、赤もあるし青もあるし、まあ、いろんな色があるので、だいたい私がソニー α7R3 を使って、そしてどっかでまあロケ行くときには必ずこのハードディスクがあります。そしてこのハードディスクも実は今週から来週あと2つ購入しようかなと思ってます。そうなると結局1回の撮影でたまに私が1000枚ぐらい撮ることも普通にあるし、そして1000枚ぐらい撮ると逆に1回の撮影で100ギガ近くのデータにはなるから、まあまあ 2TB のハードディスクは10回とか20回ぐらいの撮影ですぐパンパンになるので、大きなハードディスクは結構必要になります。そしてこのハードディスクは、まあ、4TB だけど 4TB にしてはそんなに高くはないんだよね。だいたい購入した時は1万5000くらい1万6000円ぐらいだったと思います。ウェスタンデジタルの 4TB のハードディスクも結構重要なアクセサリーになってきます。6番目のアクセサリーはバッテリーグリップ。ソニーのバッテリーグリップも結構必要な時があります。そしてずっとつけてるかというとずっとはつけてないです。必要な時だけにバッテリーグリップをつけてます。で、まあ、どういう時かというと、もうちょっと長く撮影する時とか、まあ、動画を一日中撮影する時とか、まあ、電池変えるのはちょっとめんどくさい時があるので、そういう時はそのまま電池2つ入れて撮影すると
もうちょっと電池のことを考えなくなるのでかなり便利です。そして 1DX をメインカメラの人からソニーに乗り換えると、結局縦でカメラを持つことがたまに物足りないなと思う可能性があるので、そういう時に結局バッテリークリップをつけると縦にで持っててもちゃんと持てるし、そして小指とかたまにどうしたらいいのかわからない時もあるんだろうけど、縦グリップがあるとそれはもう考えなくなります。で、いつでもバッテリーグリップをつけてるかといってもそうでもない場合によって、普通にカメラだけでバッテリーグリップなしで撮影行くことも結構普通によくあります。まあ、特にシンプルな感じで撮影行くときに、まあ、レンズ1本だけで撮影行くとき、そういうときはバッテリーグリップはつけないです。でも、まあ、ちょっと長い撮影とか1日中撮影するときには、まあ、あった方が安心は安心なんだよな。だからバッテリーグリップは大体つけてます。そしてバッテリーグリップをつけるとどれだけ写真撮れるかというと、まあ、単に2倍ぐらい、電池1本の2倍ぐらいになるので、まあ2000枚以上、2500枚とか3000枚近くは多分、まあ余計に Wi-Fi 機能とか使わなければ撮れるんじゃないかなと思います。だからバッテリーグリップも結構重要なアクセサリーになってます。でバッテリーグリップをつけるときには、先ほどの話の2番目の話のピークデザインのパッドとクリップは使わないです。バッテリーグリップを外すときに使います。もしバッテリーグリップをつけたら、結局パッドじゃなくてストラップの方を使うことが多いです。なんかその方は個人的にバランスがいいなと思います。なので、まあそれぞれのアクセサリーもある意味お互いちょっとつながってるところもあります。まあそれが大体私のソニー α7 の購入してからこれ必要だなと思ったアクセサリーで、もし皆さんはこの辺のアクセサリーを使っている人がいれば、ぜひ下のコメント欄で教えてくれたらめっちゃ嬉しいです。あとそれ以外のなんか、いやこれめっちゃおもろいでという機材もあれば、またぜひ下のコメント欄で教えてください。そして実は最近もまだ今この動画に出してないちょっと面白そうな機材もいろいろあるので、ちょっとまあそんなにメインではない機材、ちょっと面白い技の機材とかもあるので、興味ある人がいればまだそれだけの動画も作ろうかなと思ってます。そして最後にはなるけど、まあ、ここのアクセサリーには入ってないけど、ソニー α7R3 を購入したらもう一つ考えた方がいいことが、老現像が、まあ、もし 1DX とかから来る人とかだったら2000万台画素のカメラから来る人だったら老現像は時間かかるんだよね。サムネイルが表示されるのも時間かかる。老現像して、そしてまとめて保存ボタンを押したら、今私の場合で 1DX の2倍以上3倍近くぐらい時間かかるので、だからまあアクセサリーといってもアクセサリーではないけど、もしノート型パソコンだけでやってる人だったら、まあもうちょっとスペックのいいパソコンが必要になるかもしれない。結局このでかいローファイルが4200万画素のローファイルが結構メモリーが必要になるので、まあ、もしかしたらパソコン買い替えが必要になるんじゃないかなと思います。 OK、 今日の動画も最後まで見てくれてありがとうございます。何か質問とかがあれば、そして少しでもこの動画が便利だなと思ってくれたら、ぜひ下のイエイボタン押してくれて、そしてまあ質問の下のコメント欄で待ってます。ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ、エリコでした。